特に個人の場合に気をつけないといけないのは事業所得だけ申請することができるということになりますこれは個人の確定申告になりますがこの個人の確定申告中山です昨日持続化給付金の申請を私やってきました以前の動画で政策金融公庫で500万円借りようとしたんですけども結局できなかったので 今回はリベンジということになります。今回私が持続化給付金を申請した経験から、ミスしやすいところとか、あらかじめ用意した方がいいところ、こういったところをご説明します。全員には当てはまらないかもしれませんけれども、ぜひ参考になさっていただければと思います。ちなみに私は7万番台で申請することができました。必要な紙は4つになります。 まず一つ目が、ちょっと待ってくださいねえ。この確定申告の表紙。これになります。あの、私説明しているのは法人のものになります。それから、法人事業外況説明書、うんえー。この1枚目と特に重要なのがこの2枚目になりますえ。これ作ってない人は多分いないと思うんですけど、作ってない人がいたらですね、ちょっと大変かもしれませんね。はい。 それから、売上台帳。売上台帳。今月の売上台帳。こちらになりますが、でこれは、まあ、私、あの、一つしかありませんでしたので、はい。えー、手書きで、手書きじゃない、エクセルで簡単に作りました。まあ、皆さん、いろいろあると思いますので、えー、会計ソフトだったり、手書きでも OK ということなので、作っていただければと思います。それから、あこれですね。えー、これは、あ、これじゃなかった。あったあったあった。えー、それから、こちらですね。 この e-tax の受信通知、これは重要になりますので、これはない方はあの探していただければと思います。後で探し方は説明をします。そして添付書類として、このゆうちょ銀行なんですけども、この通帳の表紙、別にゆうちょ銀行じゃなくても構いませんが、これと、それからこの見開きの部分ですね、ここは必要になります。だいたいこんなところなんですけども、 私あの申請するまで実はわからなかったんですが実は個人と法人でちょっと申請のやり方が違うんですけども特に個人の場合に気をつけないといけないのは事業所得だけ申請することとができるというここになりますこれは個人の確定申告になりますがこの個人の確定申告の一番上「丸あと丸いと書いてある部分ですねでここの大部分しか申告の対象に申請の対象にならないと。 いうことだそうですこれはホームページに明記されています例えば不動産所得とか雑所得とか給与所得とかそういったものは申請の対象になりませんので気をつけなければいけませんこれはあの経産省のホームページの Q&A であの明記されています別の YouTuber の方でひょっとしたら不動産所得は大丈夫かもしれませんねなんていうふうに言っていた方がいらっしゃるので注意をしなければいけません 実は私はここで対象外になってしまったという話がありますしかし一方法人の場合には所得の分類というものがありませんので特殊な業態風俗業とか宗教法人とか公益法人とか、まあ、こういったものでない限りはまず大丈夫ということになります、まあ、こういった方はあのホームページなり何なりで調べていただければと思います、まあ、調べなくてもですねこんなふうに先制する画面がありますので えーまあ、私は怪しいものじゃないですよということを宣誓した上えで申請をすることになります。まずは最初のログインができないい問題というのがあるんですねでこの最初のログインができない問題というのは同じ ID 同じパスワード同じメールアドレスで構いませんので何度も仮登録から始める必要があります。 例えばこんなエラー画面とか他にもエラー画面があるんですけれどもまあこういったものが出たらもう1回仮登録からスタートするということになります。私の場合には2回目は夕方にやったんですけれどもこの2回目でできました。これはラッキーなのかもしれないですね。ちなみに1回目は Google の Chrome というブラウザでやってみてダメだったんですけれども2回目は Firefox でやってみたらうまくいったと。 まあ、こういうブラウザに関しても、何かしら影響があるという噂があります。オペラだったら、うまくいくという噂もありますので、まあ、これは皆さんいろいろやってみたい、見て頂ければと思います。で、最初のページというのは、こういうページになります。はい、え、赤字で2週間程度で入金されますというところが書いてありますけれども。まあ、本当ならいいなと思うんですけれどね、どうなりますかね。え、次に、各月の売上、こういうのは、あらかじめ把握する必要があります。 過去の各月の売上は、法人事業外協説明書の2枚目、えー、っとですね、これ、えー、この2枚目の紙に書いてありますので、これで確認することができます。これのあの下の部分ですよね、ここに各月の売上を書く欄があります。それから最近の各月の売上これは給付金の説明書。 こういった説明書があるんですけれどもこういった説明書を参考に私は自分でエクセルで作ってみましたまあそんなに時間はかからないんですけどもまあそれでも1時間なんだかんだかかったかなというふうになりますえ次に引っかかりそうなところは自分の会社の業種分類なんですよでこういうのを入力する欄がこのようにあるんですけれどもこれの自分の 業種分類これ国が決めたあのなんか番号いっぱい振ってあったと思うんですけどもなんかそういう業種分類というのがあってこれがまずわかる人はいないなと思いますところが検索用のリンクというのもあるんですけどもこれがですねまた使えないサイトでですねもうあの混んでいてまず使えないと、えー、いうことがあるものですからあのー、これ大分類から中分類小分類に至るまでまあ当てはまりそうなものをいろいろ選択して、まあ、試してみると。 いうことしかなさそうな感じがします。まあ、もちろんそれ分かってますよという人は使っていただければと思うんですが、まあなかなか難しいかもしれませんね。はい、ここはもうトライアンドエラーで当てはまりそうなものを入力するということになります。それから意外意外と大事なのは最近インタックスで、よいしょちょっと待ってくださいね。髪、えー、はどこに行ったんだろうか。あった。 最近 e t a x で申告をしている人が多いと思いますがこの e t a x で申告する人はこの受信通知この印刷したものが必要になります、まあ、PDF があればいいんですけれどもこれは申告時の e t a x ソフトか e t a x のサイトここにメッセージが残っているはずですのでこれで確認をしていただければと思います私はあの残っててよかったなというふうに思います え次に添付ファイルなんですけども、添付ファイルはですね、ちょっと待ってくださいね。これですね、え添付するファイルのページがここにあるんですけれども、添付ファイルなんですが、実は一枚一枚別々に登録をします。ここ気をつけないといけないんですよね。えそれでえ何が必要かといいますと、上から順番に言うと通帳の写しの表紙、それから通帳の写しの通帳を開いた1、2ページ目、 それから、下の方に行って、確定申告書別表1という、あの、表紙の部分ですよね。えそのやつと、法人事業外境説明書の1ページ目、法人事業外境説明書の2ページ目、これ別々に登録します。それから、2020年の対象付きの売上台帳等ということで、えー、まあ、これは、あの、それぞれの売上台帳とか会計ソフトとか、あるいは手書きで作っていただければと思います。 でこれは全部1ページバラバラに登録する必要があります。JPEG の人は問題ないようになっていると思うんですけれどもあの PDF の人は気をつけた方がいいと思います。ところがですよ、ところがこの一番最後のその他必要な書類というところがあるんですがこれは1箇所しか登録するところがありませんので逆に1ファイルにまとめることが必要です。ですからこの時点でここが複数枚になる人は JPEG の画像ファイルでは難しいということになります。私は PDF にしたんですけども、PDF もいろんな紙があったりしてこれを一枚にまとめるというのはなかなか難しかったりするので、私はこの Cube PDF ページというソフトを使いました。このフリーソフトを使うと、例えば数ページにわたる PDF ファイルをこの中にポチョッとドラッグアンドドロップすると、分割というのを押すと。 各ページに一つ一つ PDF ファイルを作ってくれるという機能もありますし逆に1ページ1ページあるいは複数の PDF ファイルを順番に並べてここの上に落としてあげると結合というのを選べば逆に1ファイルにまとめることができます、まあ、結構便利なソフトなんでまあ私はフリーで使いますしあのよく使っているんですけどもえ使ってみたらいいかなというふうに思います で最後に引っかかりそうなところなんですがこれはうちの会社だけなのかもしれないんですけれど振り込み先の口座名なんですよねここがあるんですが私はここで3回失敗してますカタカナの半角で書くことが必要なんですけれどもあの伸ばす棒ってありますよねあーとかいいとかうーとかあの伸ばす棒については 半角カタカナの伸ばす棒とマイナスというプラスマイナスのマイナスという記号が若干違うんですけどもほぼ同じなんですけれども見た目はねえところがどうもこのソフトはマイナスの半角を使わないと受け付けてくれないということがあるようですこれバグじゃないかなと思うんですけどもあのカタカナの伸ばす棒えそれは使えないということを知っていただければと思います 最後に一通り入力をすると申請内容画面というのが最後に表示されます。これはブラウザのページを画像に変換できるソフトとかあるいは紙や PDF に印刷をしておくことをおすすめをしたいというふうに思います。それで自分の入力した内容がわかる。 ということになりますがあのページではマイページというところがあってここで変更ができるっていうふうに書いてあるんですけども一回登録するとどうも変更は今のところできないということが分かりましたのであの入力される方はあの気をつけて入力していただければと思います。え以上簡単なんですけれども持続化給付金の申請でハマってしまいそうなところをご説明しました。いかかがだったでしょうか この動画が役に立った、面白かったという方は、このグッドのボタンを、続きが見たい方はチャンネル登録、この辺にありますが、すると最新動画の情報が届きます。今後も住まいと投資に関する有益な最新情報をお届けします。ご視聴いただきましてありがとうございました。